エムステをはじめとするテレビ番組やメディアが変わりつつある中で、ナンバーアンダーラインアイがどのような役割を果たすのかは、今後の音楽シーンを占う上で非常に興味深いポイントである。平野翔、神宮寺優太、岸優太の3人が2024年の元日に新たに結成したナンバーアンダーラインアイは、音楽シーンに大きな変化をもたらしている。彼らはキングプリンスを脱退し、 ジャニーズ事務所からも離れるという大きな決断を経て、新たな道を歩み始めた。この移行は彼らにとってもファンにとっても一つの時代の終わりを象徴し、同時に新たな時代の幕開けを告げるものであった。そして、その象徴的な出来事の一つが、4月12日に放送されたテレビ朝日の音楽番組、ミュージックステーション以下、エムステへのナンバーアンダーライン愛としての初出演だった。 エムステは長年にわたってジャニーズ事務所との密接な関係を築いてきた番組であり、ジャニーズタレントたちが頻繁に出演してきた。しかし、ジャニーズ事務所の性加害問題が公にされ、その後のメディア対応が大きな話題となる中、番組は少しずつ変化の兆しを見せ始めている。2023年は特にその変化が顕著で、ジャニーズの影響力が薄れる一方で、 他のボーイズグループや新たなアーティストが登場する場面が増えてきた。ナンバーアンダーラインアイの出演は、そのような状況を象徴するものであり、ジャニーズ忖度が崩壊しつつある中での重要な瞬間でもあった。7月19日に放送された、ミュージックステーション夏祭り3時間半 SP では、スノーマンやニュース、そして競合グループである三大メジソウルブラザーズや大 c も出演し、 賑やかな音楽の祭典が繰り広げられたナンバーアンダーライン愛の神宮寺雄太が、SnowMan の佐久間大介のふざけた様子に大笑いしたり、SnowMan の渡辺翔太と大 CE の花村颯太がプライベートでのエピソードを語ったりと、非常に和やかな雰囲気が番組全体を包んでいた。こうした光景は、以前の「M ステ」での緊張感ある出演者同士の関係性とは対照的であり、 新しい時代のの息吹を感じさせるものであったこの背景にはジャニーズ事務所が抱えていた長年の問題がある。特に「M ステは」は過去に「ジャニーズ忖度」とも揶揄されるほどジャニーズ事務所のタレントに対して特別な扱いをしていた番組だった。1988年以降ジャニーズタレントがほとんど欠かさず出演しており 番組全体がジャニーズ事務所に強く依存していたと言っても過言ではない。しかし、昨年からの性加害問題が表面化し、ジャニーズ事務所の影響力は大きく揺らぎ始めた。特に昨年9月に行われたジャニーズ事務所の記者会見では、井ノ原義彦がテレビ局の忖度について言及し、過去のジャニーズ事務所の圧力や古い体質に対して疑問を投げかけた。この会見は、 業界全体が見直しを迫られる大きな転機となった。井ノ原の発言は、旧ジャニーズ事務所の圧力がどれほど影響を与えてきたかを示すものであり、彼自身が新たな時代を切り開くために努力していることを強調していた。この発言を受けて、ジャニーズタレントたちがこれまで築き上げてきた関係性や、テレビ業界全体がどのようにジャニーズ事務所に依存してきたかが改めて注目されるようになった。 そして、平野翔がナンバーアンダーライン愛として、エムステに再び登場したことは、ジャニーズ時代の終わりと、新しいエンターテインメントの時代の始まりを示す象徴的な瞬間だったと言える。このように、エムステをはじめとするテレビ番組やメディアが変わりつつある中で、ナンバーアンダーライン愛がどのような役割を果たすのかは、今後の音楽シーンを占う上で非常に興味深いポイントである。 彼らのパフォーマンスや存在感は、単に音楽活動にとどまらず、旧ジャニーズ事務所との決別という象徴的な意味合いを持っている。そのため、彼らが登場するたびに視聴者やファンは、彼らの動向に注目し続けている。一方で、旧ジャニーズ事務所から脱退したアーティストたちがどのように新しい道を切り開いていくのか、またその過程でどのような困難が待ち受けているのかも大きな課題である。 特に、ジャニーズ事務所が抱えていた過去の問題がメディアや業界全体にどれほど影響を及ぼしていたかが明らかになってきた今、脱退したアーティストたちがいかにしてその影響を乗り越え、新たな成功を収めるかは非常に興味深いテーマとなっている。また、ナンバーアンダーライン愛のメンバーたちが個々の活動を通じて、どのように自身のキャリアを発展させていくのかも注目ポイントである。特に平野翔は、 そのカリスマ性と圧倒的なパフォーマンス力で多くのファンを魅了してきたが、ジャニーズ事務所から離れたことで新たな挑戦が求められる。彼がどのようにしてエンターテインメント業界の中で新たな居場所を確立していくのか、そしてその過程で彼自身がどのように成長していくのかは、多くのファンが期待しているところである。さらに、旧ジャニーズ事務所からの脱退がもたらす影響は、彼ら自身だけでなく、 エンターテインメント業界全体にも波及している。これまでジャニーズ事務所に依存していたメディアやプロデューサーたちが、新たな才能やグループに目を向ける機会が増え、業界全体が再編される可能性がある。これにより、より多様なアーティストが注目され、ファン層も広がることが期待される。しかし、こうした変化には時間がかかることも事実である。 ジャニーズ事務所の影響力が長年にわたり深く根付いていたため、その影響を完全に排除することは簡単ではない。メディアや業界全体がどのようにしてこの過渡期を乗り越え、新しい時代に適応していくのかが問われている。エムステにおいても、ジャニーズ事務所からの脱却が進む中で、他のボーイズグループやアーティストがますます出演する機会が増えるだろう。しかし、その一方で、 視聴率やスポンサーの動向がどのように変化するかも注目される。ジャニーズタレントが出演しなくなることで、番組の人気が低下する可能性もあり、そのバランスをどのように取るかが大きな課題となるだろう。そのため、ナンバーアンダーラインアイのような新しいアーティストが登場することで、視聴者に新鮮な風を届けることができるかが鍵となる。彼らのパフォーマンスや音楽が、 視聴者にどれだけの影響を与え、どれだけの共感を呼び起こすかが、今後の音楽業界の未来を左右する要因となるだろう。また、井ノ原義彦のように、旧ジャニーズ事務所と関係の深い人物が、どのようにして新しい道を切り開いていくかも注目される。彼は、ジャニーズ事務所の副社長としての経験を持ちな。ガラも、 新たなエンターテインメントの未来を見据えた発言を続けており、その行動が業界全体にどのような影響を及ぼすかが注目されている。最後に、平野紫神宮寺雄太、岸優太の3人がナンバーアンダーラインアイとして再出発を果たしたことは、エンターテインメント業界において非常に大きな意味を持つ。彼らが旧ジャニーズ事務所との決別を果たし、新たな未来を切り開いていく姿は、 多くのファンや業界関係者に希望を与えている同時に彼らがどのようにして新たな時代の音楽シーンをリードしていくのかその行方が非常に注目されている。